to ache when I started to think of you. Wondering how long it would take.会場にお越しの皆さん、こんばんは。札幌大学ラフェッテです。精一杯演舞させていただきます。ご声援お手拍子よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。札幌大学ラフェッテ2016かまい。海が紫、空に舞う願い届く。己の信じる道をただ進め。ありがとうご案内申し上げます。
大通公園西5丁目6丁目では毎年大好評の北のフードパークが開催されています。西5丁目は北海道内各地の名物を味わえる北海道グルメ祭り会場、そして西6丁目は全国の市町村から集まった名物が味わえる市町村フードパークをお楽しみいただけます。ぜひこの機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。続いて会場にお越しの皆さんにご案内いたします。札幌市内および近郊のセブンイレブンでは6月8日本日から6月27日の20日間よさこいソーラン祭りフェアを開催します。今年はよさこい応援ソーセージおむすび、よさこい応援彩りそぼろ弁当、よさこいソーラン祭り応援帽子パンの3商品を販売します。ソーセージおむすびは照り焼きソーセージおむすびをもとに海苔や薄焼き卵を巻いて鳴子をイメージ、ペーパーライス仕立てのご飯と照り焼きソース味のソー失礼いたしました、ソース味のソーセージの相性は抜群です。彩りそぼろご飯は塗りや鮭そぼろ、鶏そぼろ、卵そぼろで鳴子をイメージし、見た目も鮮やかで味も見た目も楽しめる商品となっています。また去年に引き続き帽子パンが登場。よさこいソーラン祭りの原点は高知県のよさこい祭り。この帽子パンはそんなよさこい祭りの発祥の地である高知県のご当地パンです。発酵バター入りマーガリンを使用した生地にほのかに甘いクッキー生地をかけて焼いたパンとなっています。この期間しか食べられない商品となっております。札幌市内および近郊のセブンイレブンで販売中ですので、ぜひお手に取ってよさこいソーラン祭りに参加してみてはいかがでしょうか。続いて踊っていただくのは新小谷天武龍神の皆さんです。チーム結成21年目になります。昨年20周年を迎え、今年は新たなスタート地点と考え、さらに新小谷の地域に根ざしたチームとして活動を続けてまいります。日本の伝統文化を大切にし、究極の和を目指します。それでは踊っていただきましょう。新小谷天武龍神の皆さんです。どうぞ。スイI'm not afraid to die.
ありがとうございます。